あ、映った映った映った。あ、飛んじゃった。これなんだと思う？なんだっけ？なんだっけ？名前わからない。まあわからない。パパもわからない。僕もわからない。ね、調べてみようかね。ヒメマルカツオブシムシ、この時期に産卵を迎える、とても厄介な虫です。というのも、白色に集まる習性があるため、洗濯物に紛れクローゼットへと侵入、繊維を食べてしまうので、衣類を傷めてしまうことも。名前の由来はご覧の通り。はい、どうも、バードウォッチャー高砂です。というわけでね、今日はね、野鳥の観察をしたいと思います。野鳥は警戒心が強いので、マックスズームと追っかける形になるので、すいません、酔わないでくださいね皆さん。じゃあ行ってきます。めっちゃ早いんだよ、泣いて。なんだろう、めっちゃ泣いてる。蹴り、赤い目と黄色いくちばし、長い足が特徴。けたたましい鳴き声だったが、理由は後ほどわかります。白石霊、白石霊、白石霊、白石霊です。なんか別の種類がいたっぽい。こいつこいつこいつ、この子そんなに逃げないな。白石霊、種の単位で見ると大陸白石霊が正式名称となります。ムクドリ、ついに参考画像を解禁してしまった。画質的に厳しそうなのは今後そうなります。糞害や騒音で嫌われ者ですが、農作物の害虫を食べてくれる、実はいい子。はい、あのね、ケリさんを追ってたら、じゃん、卵があった。多分あの子はここで温めてたんだね。ごめんね。ものすごい警戒してこっちを見てるね今。ケリさんごめん、もう終わるから、はい、ケリをつけましょう。なんか鳥の卵、あんだけ間近で見たの初めてですよね。すごい感動した。はい、ということで現場からは以上です。昨日の卵の様子をちょっと見に来ようと思ってるんですけど、すごい威嚇してますよね。あ、あったあった、卵、卵無事。すごいすごい、ほら威嚇してるのわかる？こう野球グラウンドがあるんですけど、この辺にあるんですよ。コロナの影響じゃねえかなと。普段どういうところに卵を産むかわからないんですけども、コロナで河川敷に人が立ち入らなくなって、もしかしたらこういうところで卵を産んだのかなとか思ったりしてます。すごい、昨日よりも全然近くまで来てくれてるね。ほら威嚇してますね。ごめんね。おお、こっちからも来た。ケリファミリー、ごめんよ。聞こえますか？モニター越しにけたたましいツバメの声が聞こえるんですよ。こんにちは。あ、いた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 。ツバメさんこっち向いて。結構に黒いな。ツバメ、今がまさに繁殖期。巣作りの様子を見ることができますが、卵やヒナがいる巣を勝手に撤去すると鳥獣保護法に引っかかる恐れがあるので注意。はい、ということでバードウォッチャー編終わりました。画質ごめんなさい。そして写真 AC さん、ありがとうございます。あ、画質は永遠の課題ですね。蹴りなんですけども、とても危ないところに巣を作ったので、ちょっと心配ですよね。あれちょうどね、左中間ぐらいにあるんですけども、
ね、そこに鋭い当たりが来た時に大変なことになっちゃいますから、なので2、3日に1回ぐらいは様子を見に行こうかと思いまして、この動画でお伝えできたらなと思います。それではまた次回会いましょう。バイバイ。